皆様お忙しい中どうもありがとうございます。トヨタ研究科で今博士の1年生をやっております西郷と申します。私は今28歳で、1歳と4歳と7歳の子供が3人います。で毎日ママチャリに乗って子供を保育園に送ってから汗だくになったら大学に来てっていう暮らしをしています。で、なんで自分がこの会を立ち上げようと思ったのかってことなんですけれど、この間シールズであったり学者の会っていうのがすごくこう精力的に活動しているのを見て、でもシールズって20代前半までが大体ターゲットっていう会があって、もう十分20後半やしダメだなと思って、でかつ学者の会の方も署名したんですけど、まだ博士なので学者とも言い切れないなと思って、で自分がこれだって思える運動が欲しいなって思っていた中で、ママっていうのは一つありえるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、ママっていうのは数としては学生よりも学者よりも運動のはずなんで、やっぱりこの層が動いた時にやっぱり今までにないものが見れるんじゃないのかなと思ってママの会を立ち上げました。で今日配っていただいたこの資料の裏に、これは隣の赤旗の関西版の記事ですね、載ってるんですけれども、私は2012年の冬から、家族で原発いらない子どもデモというのを主催してきました。でこれは三条大橋出発して河原町下ってもう四条大橋で解散してしまうってすごく短いデモなんですけれど、やっぱり、従来の運動っていうのは、何千人っていう規模を集めた集会で何キロも歩いてっていうようなスタイルだと思うんですけれども、やっぱり子連れではそもそもそういうところに行かれないっていうのがありまして、たとえ距離とか時間は短くてもやっぱりきちっと私たちはこういう意思を持ってるんですっていうのが言える場を作っていきたいなっていうふうに思いまして、家族で原発のない子どもでもやってきました。で原発のことはずっとやってたんですけれども、この安保関連法案が出てきまして、やっぱり黙ってはいたくないなと。で、それも、あの時はママは反対したんだよっていう、一種のアリバイ作りでなくて、やっぱり本当に止めたいと。これをほっといたら一体どうなるかわからない。後戻りできなくなる。そのところに自分は今立ってるんだなっていうふうに思いまして、この会を立ち上げました。で、今日は私が一方的にお話しするというよりも、やっぱり私もどうやったら止められるかというのは本当に知りたいですね。ママの会ここまで広がりましたけれども、やっぱりどうやったら止められるのか、私も本当に模索しています。で、昨日の新聞で9月の11日が強行採決じゃないのかっていうのがありまして、私の子供9月の11日お誕生日なんで、その人とケーキ作ったりしたいんで、絶対その日にやってくれると思うんですけれど、はい、そういう強行採決があらかじめ決まっていて、もうそれに乗せられていくしかないっていうような政治のあり方が、そもそも自分も本当に嫌なので、そういうところには乗っからないぞという声を集めていきたいなというふうに思っています。で、今日の配布資料は、ちょっと本当に時間がなくて、これは来月に出るとある雑誌の原稿なんですけれども、それをそのまま持ってきました。ちょっとこれを読み上げる形になるんですけれども、まずはこれをお話ししたいと思います。一人の言葉が誰かの次の誰かの言葉を呼び起こす。7月4日子どもたちが昼寝をしている間に Facebook で安保関連法案に反対するママの会を立ち上げました。8月17日までに寄せられた署名は1900件を超え、誰の子どもも殺させないを合言葉に30の都道府県でママの会が立ち上がっています。で、これだけ書くと本当に3行しかなくて、一体この間何が起こったのってことなんですけれど、まずなぜ Facebook でやろうと思ったっていうのは、私が結構 Facebook やってるっていうのもあるんですけれど、本当に子供がいると家もぐっちゃぐちゃだし、もう新聞とかもかろうじて見出しが見れるぐらいの生活なので、そういう中でも子供抱っこしながらでも片手で Facebook は見れるし、本当に親指一個でパーッといろんなことが見ることができる、そこのツールを一個生かしたいなと思って Facebook で立ち上げました。
今ここに挙げてもらっている通り、誰の子供も殺させないというのは合言葉にしています。本当はシーズナーが言ってるハッシュタグ本当に止めるっていうのが私はすごい好きで、例え法案が止まったとしてもやっぱり戦争を本当に止めるのは私たち一人一人だと思うし、戦争教育しない、そういう意味でのハッシュタグ本当に止めるっていうのを自分やりたいなと思ったんで、最初は本当に止めるっていうふうにスローガンを打ち出したかったんですけれど、ママの会のメンバーに話し合っているうちに、やっぱりこれは本当に止められないんじゃないかと思っている人に関しては、本当に止めるって言ってるだけだとなかなか響かない、もうちょっと具体的なことが言えたらいいんじゃないのかっていう提案がありまして、でもう本当に見ず知らずのお母さんたちフェイスブックでこう話し合っているときに、この誰の子供も殺させないっていうのをしてくれた人がいました。で、このスローガンはすごくよくできているなと思ったのは、やっぱり今までの歴史を見ると大体の戦争っていうのは自衛のための戦争っていう形で始められますよね。今もその中国が攻めてくるって言って、だから集団的自衛権が必要なんだっていう言い方をされるんですけれども、やっぱりそういうところには乗っからないと、この誰のっていうのをつけることによって自分の子供を守るから自衛戦争が必要なんだっていうロジックは乗らないぞと、本当に全ての子供を、でしかも兵士っていうのも、誰かの子供でありますし、やっぱりこの誰の子供っていうのをつけることで、自分たちが良ければいいんだっていうのじゃない、本当に、全ての人の立場に立てるようなスローガンが作れたなっていうふうに思います。であともう一つはこの、殺させないっていうところなんですけれども、やっぱり殺さないだけじゃなくて、やっぱりこう戦争っていうのは誰かが命じて、命じられた人が行ってやるわけですから、そういう、こう命じられる、誰かを殺すっていうことを仕事としてやらなければならない、そういう社会的な構造はやっぱりおかしいと、そういうところに自分の子供を送り出したくはないし、そういうところに行かざるを得ない形っていうのもやっぱり、アメリカみたいなそうですけれど、やっぱりそういう構造にはこうそういう構造を作りたくないっていうことで、この殺させないっていうところもすごく大事だなっていうふうに思っています。で、今すごく広がっているんですけれども、なぜこの範囲がここまで広がったのかっていうのは一つミソがありまして、これは誰の子供を殺させないという合言葉に一致していただけるのであれば、もうその時点であなたが名乗ってもらってもいいですと、会員資格とか会費とか誰かに承認してもらったら入るとかではなくて、この誰の子供を殺させないっていうので一致できるのであれば、本当にその先は各自が好きなことやってくださいというふうにしたことによって、本当にじゃあもう自分たちがやろうっていうふうに気づいたお母さんたちがもう一気に会を立ち上げてくれています。で、今日は、今私がその活動の中でどういうことを伝えつつあるのかっていうのをお話しできればと思います。で、紙に戻ります。私がこの会を作るきっかけとなったのは、国会前抗議行動でのある学生のスピーチでした。自分で思考するということは自分にしかできない。自分の言葉は自分にしか語れない。だから僕は僕であり、君は君であり、自分を自分からしめているのは思考という自分の言葉そのものなのです。だからこそ、国に語らせるのではなく、私たちが自分の言葉で語りましょう。これは国際キリスト教大学4年の小林かなさんという方がスピーチをしていました。で、私はたまたまこの日学会集中で東京に行っていたので、国会前抗議行動に参加できたんですけれども、これをすぐ後ろに聞きながら、本当にこれが私はやりたいと、国に語らせるのではなく自分が自分の言葉で語らなければ、本当にこう流されているだけ、自分が自分であるということが本当になくなってしまうというふうに思いました。安倍首相は言葉から言葉の生命力を削ぐという点で長けていると私は思います。白を黒と言ってのけ、黒を白と言ってのける、こうしたパフォーマンスが日々繰り返されるうちに、私たちの感覚は壊させられていきます。このことが自分でも本当に恐ろしいのです。新聞を見ても、あ、またか、こっちが何を言っても無駄としか思わなくなっていきます。これが多くの戦争経験者が警鐘を鳴らす戦前の空気なのでしょう。
この流れから何としてでも自分を引き離したい。それを可能にするのは私たち一人一人が放つ言葉のリアリティなのだと思うようになりました。このことをありありと示してくれたのが国会前での学生たちのスピーチでした。自分にとって何がリアルなことなのか、自分にはいろいろな属性があるけれどもその中のどれがよりリアルなものなのか考える中で行き当たったのが子どもたちの存在でした。ママにとって子どもとは良くも悪くも自分から切り離すことができない存在です。子を持つということの重み、その捉え方はもちろん人それぞれですが、それでもやはり自分から抜き取ることのできない重みかと思います。この感覚を一つの核として戦争を止めるための言葉を語っていきたい。積極的平和主義なるものに絡め取られていかない自分が自分であり続けるための言葉を生み出したい、そう考えました。そこであえてママの会という名称を選びました。ママであるということを一つの切り口としてこの安保関連法案に反対し、それと同時に私たちがどういう社会に生きていきたいのかを語り合いたかったのです。そこでこのママの会の署名、こちらに用意していただきましたけれども、この署名の実験は署名の総数よりも一人一人からのメッセージと考えています。なぜこの法案に反対するのかということを誰でもないその人の言葉で語ることがまた次の誰かの表現を呼び起こすと思ったからです。やはり今その YouTube なんかで国会前でのスピーチが簡単に見ることができますけれども、誰かが本気で語っている姿を見ると自分もやりたいという気持ちになると思うんですね。なので、従来の署名というのはこう何万筆っていうのをドーンって出すっていうことをやったと思うんですけれども、やっぱりこうただの数としてではなくて、やっぱり誰かがその本気で語っている姿っていうのを見ることによって、また次の人がやりたいと思うし、そういった本気で語ることによって、自分の生活空間が自分にとって変わっていくっていうことがあると思います。なのでこの署名は明日国会議員たちに提出するんですけれど、もう今500ページぐらいのすごい分厚い冊子を今ちょうど東京の印刷会社に出していて、それを明日ドーンと出すということを計画しています。で、ママの会はシンボルをバーベラの花にしたんですけれども、これはたまたまこの会を立ち上げた時に自分の家にバーベラの花があって、とりあえず Facebook の写真をバーベラにバシャッと撮ってそれにしたら、たまたま別のお母さんがバーベラの花言葉を調べたら希望と常に前進だったよっていうふうに教えてくれて、なんてぴったりなんだろうということで、私たちのプラカードなんかもバーベラの花を使っています。Facebook ページへのいいねやオンライン署名の数はあっという間に伸びていきました。子育てに追われるママたちでも赤ちゃんを抱っこしながらでも片手でスマホからこの法案に反対することができる、その重さを感じました。我が家の4歳の娘は布団に入って電気を消すときになると今日の夜は戦争にならないと聞いてきます。最初にそう尋ねられたのは安保法制の審議が本格化した5月頃だったでしょうか。その時はとても戸惑いました。そんなことがあるわけないと信じたい一方で、いつまでそう言ってやれるんだろうかと、毎晩毎晩そう尋ねられるうちに彼女の問いが彼女の問いだけでというわけではなくて、世界の戦闘地域の子どもたちの声のように思えてきました。実際に今日の夜は戦争にならないと思いながら暮らしている子どもたちは間違いなくいるのです。集団的自衛権の行使でそういう子どもたちのより爆弾を降らせるようなことには加担も黙認もしたくありません。この娘の毎晩の通りにどれだけの確信を持ってならないよと言ってやれるのか、これが今の私の毎日の過ごし方の指針となっています。7月13日、つまり会を立ち上げてから、本当に10日後ぐらいですね、には Facebook でつながり合ったママたちと、参議院議員会館で記者会見を開き以下のことをお話ししました。この会は誰の子供を殺させないのみを合言葉にする誰でも名乗れる会であること、主人公はどこかの偉い人ではなくて日々子供と泣いたり笑ったりするものだということ、
子供は誰かに命令されて殺したり殺されたりするために生まれてきたのではないということ、誰かの利益の道具、誰かの利益のための道具としてのみ人間が生きることを許されるような世の中はもう終わりにしたいということ、そして誰の子供も殺させないという立場でなら世界中の人々と手を取り合えるだろうということ。で、実際にこのスローガンを聞いて韓国のテレビ局であったり、昨日もメール見たら中国のテレビ局が取材に行きたいって言ってくれていまして、本当にたとえ国の上は揉めているように見えるかもしれないけれども、やっぱり子供を持つ私たちが下の方からつながっていけるんじゃないのかっていう状態は今感じつつあります。そしてこの記者会見の後、すぐに各地のものから会を立ち上げたいという連絡が殺到しました。で、中でも真っ先に連絡をくれたのは福島と沖縄のママでした。住民が幾重にも分断されて声を上げることが本当に難しい地域だからこそ、つながるきっかけを作りたいというその思いに身の引き締まる思いでした。今沖縄のママの会もすごく頑張っていまして、で、私もそのフェイスブックページに入らせてもらっているんですけれども、彼女たちのこのやり取りを見てますと、やっぱり親戚に必ず一人は米軍基地で働いている人がいる、で、基地反対のデモに行くとブラックリストに乗ってしまうから私は行くことができないと、でもやっぱりこのままこの安保法制を見ているだけにはやっぱりいられないのだという形で、やっぱりこう自分の顔とか名前とか晒すことはできないけれども何がやりたい、そういう方たちが実際に本当に集まり始めています。で、現在30もの都道府県とシンガポールで Facebook 版ママの会が立ち上がっています。見ず知らずのママたちが SNS で出会ったことでリアルチャンネルでの活動を始めています。その柔軟なアイディア、緻密かつダイナミックな行動は想像をはるかに超えるものでした。グッズから頭で用意して大通りをプレイドした会をのまま、この北海道のままのコールはすごく面白くて、武器を持つなら水鉄砲とか、戦地に行くより遊園地とか、そういうすごく面白い、あと、なんだろうな、戦車に乗るより三輪車が、こういう、どっからこんなに出てきたんだよって思うような、面白くかつ、本当にそうだよね、しかもやっぱりそれはこう、中は笑い物ではもうないっていうような、そういうコールを作っちゃったりして、すごく動いていらっしゃいます。で、あとは石川のママですね。石川では今議員さんに手紙を書くっていうのをやっていまして、本当に手書きの手紙なんですけれども、なんでこんな声になってるかわからないとか、やっぱり安倍晋三の言ってることは信じられないであったり、本当にもう一人一人のママが思っていることを手紙に書いて、で、地元の議員さんに渡しに行くとやっています。で、本当にもうどこからそんな行動が出てくるんだろうって感じなんですけれども、つい先日は民主党幹事長の岡田さんに直接手紙を渡したっていうところまで行ってまして、彼女たちも どうしてここまで自分たちが来ちゃったのかわからないとか言いながら本当に動いています。で、あるいは東京のママは教科書採択の現場に本当に駆けつけたり、あるいは京都のママはこんなことしたことなかったけどと言いつつ、街頭宣伝の許可を自分で取りに行って外線をやったり、で、あるいはもっと生活に根ざしたというところでは、大阪のママなんかは、この誰の子供を殺させないというような、私たちのプラカードを車に貼って、でそれを見てくれたママ友とちょっと立ち話してみるとか、本当にそういうもう、地道なんですけれども、まずママ友とそういう話ができるっていうところを実践しています。で、あるいはちっちゃなプラカードをキーホルダーにして自分のカバンにつける、あるいはカフェなんかに置いてもらうっていうようなことをしている福岡のママであったり、シンガポールのママはシンガポールは日本人のコミュニティがすごく あるということなので、そこでやっぱり自分の祖国を見ていても立ってもいられなくなったというママたちが実際に署名を集め始めたりというのをしています。で、このようにそれぞれがこれならできるというやり方で行動を起こしていることが SNS を通じて流れてきます。そしてそれらが新鮮な驚きを伴いながら響き合っています。この誰の子供も殺させないというたった一つの合言葉で私たちは出会いました。そして未だかつてないような伸びやかな活動、
動を始めています。この間のあるテレビ局の取材を受けたときに、渋谷ジャックのときなんですけれど、いくら街頭に集まったって国会の中は変わりませんよねっていうちょっと意地悪質問をあえて受けたんですけれども、それに対して私はやっぱりとっさに答えたのは、いや自分はそうは思いませんと。で、全く会ったことのない人たちといきなりこうやってデモができる、もうすでにつながり始めているっていうこと自体が世の中変わってんじゃないですかねっていう答え方をさせてもらいました。で、あるママがこの間こう言いました。施策はないからねと。そうなのです。施策がないからこそ私たちは手探りで自分たちの声を形にしようとしているのです。重要なのはこれらの声が国会の中にいる人たちに果たして聞き取ってもらえるかどうかということよりも、こうしたリアル3年での活動がそれぞれの生活空間を生まれ変わらせているということだと思います。自分はこう思うということをごまかしたり心の中にしまっておくのではなく、あえて誰かの目に触れる形で示し試しながら練り上げていく、この共同作業こそがデモクラシーの語源である民衆デモスの力クラティアではないでしょうかというのを私は思っています。さらに言えば、私たちはこのような生活空間での子育てを本当の意味で豊かなものにしたいです。誰かが抑圧されたり、殺されたりといったことの上で、自分の子供を育てたくありません。東電福島第一原発の事故というのは、私たちの生活がどういう仕組みに乗っかってきたのかをまざまざと見せつけました。戦争にしろ、原発にしろ、同じことを繰り返すだけが人間のあり方ではないということを子どもと一緒に実践していきたいです。あるママが子どもと一緒にデモに出る理由をこう書き記しています。難しい、わからないからといって見て見ぬふりをする大人にはなってほしくないのです。そういう思いを持つ2000人が集まったのは7月26日の戦争立法反対ママの渋谷ジャックでした。この渋谷ジャックの写真がここ出てるんですけれども、本当にたくさんの方が集まってくださって、でしかも、すでに市民運動をやってきたという人だけではなくて、本当に初めてデモに来たという方もかなりいらっしゃったようで、やっぱりやるということには意味があるんだなというのを私は感じました。で、これに対してですけど、例えばホリエモンなんかはこうやって子供を炎天下連れてデモに行くなんていうやつは、頭に渦が湧いているというツイートしてまして、で、それを見たときに、なんだろうな、じゃあ私の前に来いと、私の頭で本当に渦が湧いているのか、見てみようって思ったんですけど、あんまりそこに乗っかっても仕方がないので一応スルーしてます。で、この日は本当に暑くてですね、今ここにレイズジャパンの今出てる方ですね、できたんですけれども、これはフォトジャーナリズムの雑誌でパレスチナ問題をずっと追ってきた広川さんという方が中心となって写真を撮ってくれた雑誌です。で、今回のようにすごく大きな写真出してくださいまして、で、すごく汗だくなのですごい恐縮なんですけれども、本当に暑い日だったんですね。で、はっきり言ってしまうただお天気がいいだったんですけれども、これに対して暑い中子供を連れ回すのは虐待だとか、あるいはこう本当にガセネタが出回って自分の孫がデモに連れてかれて熱中症で死んだとか、本当にもうありもしないような出回がすごく出回りました。で、なぜなんだろうって、考える必要があるかなと思ったんですけれど、やっぱりその同じ7月26日に例えばディズニーランドとかディズニーシーに行ったら虐待だとは言われないわけですよね。親が子供と外出するというところに、政治的な要素が入っただけでいきなり虐待だとかいうふうになるのはなぜなんだろうと。母親っていうのは自分の意見がなくて、ただ家にいて、ただ一見楽しいことをやる、それだけがやっぱり母親の役目じゃないというふうに私は思うんですね。なので本当に2000人もの人が実際に集まったし、やっぱりこう母親がデモに出るっていうのはもう並大抵の方ではないんですよね。例えばですけど、電車とかバスに乗るだけでしんどい、もし子供が泣いたらどうしようとか、途中でうんちが出たらどうしようとか、ぐずり出したらどうしようとか、
本当にもう私でさえあの市バスは子供連れて乗りませんから、本当にそれぐらい子供を持つ人間に対する目が厳しい中で、あのお母さんたちが実際に子供を連れてあの街頭行動に出ているということは、本当にあのものすごい地殻変動が起こっているっていうふうに私は思います。で、まあ、これは本当に安保関連法案に反対するということなんですけれども、やっぱりそれを超えて本当に子育てをしやすい世の中を作りたいっていうふうに私は思っています。まあ、自分は3人子供いますけれども、マンションで暮らしててあんまりギャーギャー泣かれたら児童相談所に通報行ったらどうしようとか、本当にママたちは本当に誰かに通報されるんじゃないかとか、もうそういう葛藤を抱えながら必死に自分の子供に手を挙げないようにって本当に食いしばってる。それぐらい子育てしんどいし、その中でそれでもやっぱり今の政治に対して何か言わなければならないと思っている、このことの重みっていうのを政治家には感じてほしいし、まあ、私たちの声を聞いてくださいってお願いするだけじゃなくって、まあ、お願いするというよりもだったら世の中を作り変えてやるよぐらいな感じのことを私は狙っていきたいと思っています。で、まあ、まあ、どういう世の中を作っていきたいのかという話なんですけれども、新設、まあ、の中心的メンバーの奥田君というのが去年の憲法記念日の日にこう言いました。民主主義は終わってるって言った人がいました。それに対して言えるのは一つだけ、終わってるなら始めるぞってことです。誰もが都合よく用いる民主主義という言葉はもはや手垢にまみれた代物のように思います。私自身、多数決を正当化するための用語としての民主主義はうんざりしてきました。選挙に勝ったら何やってもいいっていうロジックちょっとありますよね。で、やっぱり私はそのロジックはすごく怖いと思いますし、勝ったら何やってもいいのかって言ったらそうじゃないってことは歴史を見れば分かると思うので、そうではない民主主義という言葉の意味をやっぱり蘇らせたいなというふうに考えています。もし民主主義があり得るとすれば、それは自分と人との結びつき関わり合いの中にしか立ち現れてこないものだと今私は思っています。この見方を示してくれた一人が、私が今大学院で研究しているアメリカの哲学者ジョン・デューイです。デューイはナチスのポーランド侵攻の年に書いた論文、クリエイティブ・デモクラシーという論文なんですけれども、そこで民主主義を自分たちの生活とは別のところにあるメカニズムと捉えることの危険性を指摘しました。そして民主主義というのは経験のプロセスは得られたどのような特別な結果よりも重要であるという信念というふうに言いました。で、まあ、この一文は何度でも見返したいなと私は思うんですけれども、つまり民主主義っていうのは流にとってはですよ、ですけど何かこう目的があってそれに対する手段ではなくて、やっぱり自分たちはどう生きるか、その中で人とどう関わって、その中で自分の経験をいかに豊かにしていくのか、そのプロセスの方に起点がある、そのプロセスこそが民主主義なんだというふうにデューイは捉えています。つまり私たちが今の連続を生きているということには何者にも変えがたい価値があり、それは自分とは経験を異にする人々と関わり合う中でより豊かになるという信念こそが民主主義なんだということです。この感覚は子供と日々生活するママにとっては特にしっくりくるのではと思います。子供が今を生きているということには無条件の価値があるように感じます。子供が日々成長していくのは誰かの道具になるためではありません。ましてや誰かに命じられて殺したり殺されたりするために生きているのではありません。そしてこのように子供たちが示してくれる生きること自体の鍵がありますが、誰の子供、すなわち全ての人に共通するものなのです。この思いが誰の子供も殺させないという合言葉に込められています。安保関連法案の廃案とその先に見えている私たちが望む世界の生き方、私たちはそれを自分たちの手で今この瞬間手繰り寄せていると私は考えています。以上が私からの伝わる話なんですけれども、ぜひ皆さんからこう思ったよとか、ここどうなのっていうことを聞きたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。